G タンパク質共役受容体、G タンパク質共役受容体、G タンパク質共役受容体、GPCR は生体に存在する受容体の形式の一つである。様々な機能を持った G タンパク質共役受容体が見られ、基地のタンパク質の中では最大のスーパーファミリーを形成している。別名として G タンパク質結合受容体、あるいは 細胞膜を7回貫通する特徴的な構造からと呼ばれることもある。細胞外の神経伝達物質やホルモンを受容して、そのシグナルを細胞内に伝えるが、その際 G タンパク質と呼ばれる三両体タンパクを介してシグナル伝達が行われる。G タンパク質協約受容体には様々な種類が存在し、多くの疾患に関与しているため、市販薬の数割が g タンパク質共役需要体のうちのいずれかを標的としている。1986年、網膜に存在する光需要体ロドプシンと、心臓に存在する β2 アドレナリン需要体、β2AR が発見された。この二つの分子は、原曲している領域も基準も異なる。タンパク質ではあったが、膜を7回貫通しているという構造的な共通点が存在した。 最初の G タンパク質共役受容体の結晶構造が2000年に牛の網膜から生成したロドプシンで決定され、それまで同じ7回膜貫通タンパク質であるバクテリオロドプシンの光駆動水素イオンポンプ構造モデルより複雑な折れ曲がりを持ち、さらに7回貫通ヘリックスの後に短い8番目のヘリックスがあるタンパク質共役受容体に共通の構造が 明らかになった。そして、2007年に、ブライアン・コビルカと、レイモンド・スティーブスたちにより、医薬品標的として、初めて、昆虫細胞で発現したベータニアドレナリン、受容体、T4 リゾチームキムラタンパク質の結晶構造が、決定で、2011年の極めて精緻な、結晶化技術を駆使して、活性化状態のベータニアドレナリン受容体と、G、 タンパク質三両体の結晶構造がコビル化たちのグループによって決定され、コビル化のボスで G タンパク質協約受容体の機能解析の専門家であるロバート・レフコーイッツと共に翌年のノーベル化学賞を受賞した。現在までにロドプシンファミリーであるクラス A はもちろん、クラス B、クラス C、クラス F の立体構造がすでに解かれている。G タンパク質協約受容体は、 アミノ酸配列や機能の類似に基づいて6つのクラスに分類されている。ロドプシン様クラス A 受容体は、さらに19のサブグループに分けられている。最近、グラフスという別の分類法が提案された。これは、代謝型グルタミン酸受容体、ロドプシン、接着因子受容体、フリズルド、組受容体、セクレチン受容体の5つに分類するものである。 人ゲノムには約800種類の G タンパク質共役受容体がコードされており、これらはホルモンや成長因子をはじめとする内因性リガンドを認識する。人の G タンパク質共役受容体のうち半数は臭い受容体であり、約30種類はまだリガンドや働きが分かっていないオーファン受容体である。G タンパク質協約受容体は膜タンパク質であり、 7本の膜貫通ヘリックスを持っている。細胞外部分はグリコシル化、倒査収縮されていることもある。細胞外ループには2つのよく保存されたシステイン残機が含まれ、ジスルフィド結合によって受容体構造を安定化している。7回貫通型ヘリックスを持つ似たタンパク質にはイオンチャネルとして働くチャネルロドプシンのように、 g タンパク質強薬受容体とは全く異なる機能を持つものがある。g タンパク質強薬受容体の構造の初期のモデルはバクテリオロドプシンとの弱い相動性に基づいていた。バクテリオロドプシンの構造は1900年代に電子線解説や X 線結晶解説法で初めて解明された。7つの膜貫通ヘリックスなど大まかな構造は バクテリオロドプシンと似ていたが、ヘリックス同士の位置関係は大きく異なっていた。2007年に、ベータアドレナリン受容体の構造が解かれ、一文字タンパク質協約受容体の構造が初めて明らかになった。この構造は、受容体に抗体を結合して結晶化を補助する方法で得られた。続いて、受容体の 第3細胞内ループを T4 リゾチームで置換した変異体を脂質キュービック症の中で結晶化することにより、より高解像度の構造が得られた。同様の手法で、ドーパミン D3 受容体と CXC ケモカイン受容体、CXCR4 の構造も解かれた。また、七面鳥のベータ受容体の熱安定化変異体の構造も報告された。 これらの G タンパク質強薬受容体の構造は7本の膜貫通ヘリックス部分では牛のロドプシンとよく似ていた。しかしヘリックス同士を結ぶループ領域の構造はそれぞれ異なっていた。蒸気の構造はすべてアンタゴニストや逆アゴニストが結合した非活性型コンフォメーションである。 2011年になって、アゴニストが結合した活性型コンフォメーションと思われる構造が報告された。これらについては講述する。G タンパク質協約受容体は、N 末端が細胞外に、C 末端が細胞内にあり、素水性の α ヘリックスからなる膜貫通、TM とメインが7箇所ある。細胞膜の脂質20層の部分を7回の膜、貫通している。 一方、G タンパク質共役需要体と共役している G タンパク質は α、約4 0ベー β、約3 5ガン γ、約7から8イダの3つのサブユニットから構成されている。生理的環境においては、β 及び γ は互いに固く結合しており、Gβγ 複合体と呼ばれる。一方、Gα には GTP、 GDP 結合部位が存在しており、ここに GDP が結合しているとき、G タンパク質は不活性型として三両体構造、Gαβγ をとって G タンパク質共役需要体と結合している。2011年になって、β にアドレナリン需要体と G タンパク質の複合体の立体構造が解かれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。